女優の奈美悦子さん。今でこそテレビの露出は減りましたが、なかなかの毒舌キャラで人気でしたね。どうしているのか気になったので調べてみました。奈美悦子さん、本名浪川悦子さん、奈良県の出身で、もう69歳になられましたが、以前と変わらずお綺麗ですね。芸能界に入るきっかけは、1962年に1500人のオーディションに合格したことがきっかけで、当時大注目の芸能人養成機関とも言われた西野バレエ団に入団した超エリートです。1967年ドラマ発車往来でデビューして、同年銀の長靴で映画に初出演、そして立て続けに大阪ブルースで歌手デビューすると、金井勝子さん、原田いとこさん、由美かおるさん、恵美さなえさんと共にアイドルダンスグループレガーリズを結成。グループの冠番組に出演して熱狂的な人気を誇っていました。5人を見てみると、奈美さんの顔立ちが一番アイドルっぽい顔立ちですね。今でも十分センターいけそうです。芸能生活では順風満帆だった奈美悦子さんですが、実生活では2度の離婚を得て、現在3度目の結婚生活を送られているようです。3人目の旦那さんは、危ないデカやはみ出しデカ、純情系などドラマの撮影監督で知られる緒方博さんという方です。そういえば奈美悦子さん、あることで当時芸能ニュースをにぎわせました。何かといえば乳首喪失事件。どういうことかというと、1996年ヌード写真集撮影のため、美しいバストにしようと美容形成手術を受けた際に、医者が乳首の部分の長さを誤って切除、右乳先端は1から2ミリしか残っておらず、さらには左乳先端は根元から切り取られていたそうです。賠償問題に発展、ワイドショーでも涙で訴える姿が映っていました。もちろん女優としての活動に大きな制限を受けることになりました。とんだ災難にあった奈美さんに、またもや災難が降りかかります。今度は難病にかかってしまったのです。小石の右方症、骨関節炎を発症。なんとその病とは2万人に1人の割合で発症すると言われる難病で、手のひらや足底などに嚢胞ができ、関節等に激痛が走るという病気です。原因がわからないまま、全国の病院を50以上も渡り歩いた末に、無添加食品などでの食生活の改善によって、やっと2007年に寛解されました。その間ずっと旦那さんが付きっきりで看病されたそうです。でも悪いことばかりではなかったのです。闘病中食生活を変えようと、雑穀米に注目したことが転機になり、自身のブランドを立ち上げ、テレビショッピングで大人気だったそうです。人生って何が幸いするかわかりませんね。さて、2人目のこちらの方も大物です。同じレガールズのメンバーだった金井勝子さん。奈美さんの先輩になります。もう74歳になられたそうです。出身はなんと中国の天津だそうで、1953年、西野バレエ団に参加。1959年、モデルとして芸能界デビュー。1962年、ハプスバーグセレナーデ涙の白鳥で歌手デビュー。金井勝子さんといえば、思い出すのは、大ヒット曲、他人の関係です。パッパッパヤッパーという歌詞に、独特な振り付けに抜群のプロポーションで、当時、一世風靡したのを思い出します。歌の世界で成功したのは彼女だけでしたね。子供たちの間でもサビの部分が大流行しました。後に、人とようさんのカバーで、ドラマ、昼顔の主題歌にもなりました。ですが、そんな金井勝子さんですが、
ある時から忽然と、テレビから姿を消してしまったのです。なぜなら、彼女もまた、同じく難病に侵されていたからです。病名は、霊能症候群。指先に血液が流れなくなってしまい、放置すると、指が壊死してしまうこともある病だとか。治療のために手術を受け、療養生活を送っていたようです。しかし金井勝子さん。なんと、手術から5年後、有名人専門の窃盗グループによって、1700万円相当のものを盗まれる災難に遭いました。しかし、そんなことがあっても、司会の夫と仲良く、お幸せに暮らされているとのことです。夫婦円満が何よりの救いですね。3人目はとんでもない大物登場。その人とは、女優の由美かおるさん。この人がいたなんてすごいですよね。今も現役バリバリで、メンバーの中でも屈指の美貌を誇る。由美かおるさん。本名、西辻由美子さん。京都のお出身です。現在、なんと69歳になられるそうですが、今も、デビュー当時の抜群のプロポーションに、陰りはないそうです。美魔女の中の美魔女ですね。由美かおるさん。1962年11歳の時、西野バレエ団に入団。15歳の時には、伝説の深夜番組、11TM に出演してブレイクしています。それを見た石原裕次郎さんから、映画の共演オファーを受けたほどでした。私の中では、蚊取り線香の CM での生めかしい姿が、鮮明に脳裏に焼き付いてもいます。しかし、15歳から変わらぬ抜群のスタイルが、最も威力を発揮したのが、なんといっても、時代劇、水戸黄門での、通称、陰楼民、女忍者らしからぬ美女の入浴シーンではないでしょうか。その回数は、25年間で2000回を数え、この番組でしかお目にかかれない神映像で、世の寂しいお父さんたちの心をとろけさせたのだとか、まさに女神ですよね。入浴シーンは視聴率まで左右したほどとか、最近は西野流呼吸法の講演や、インストラクターの活動をされているようです。これだけの美貌を持ちながら、ご結婚はされておらず、事実婚と言われた数学者の秋山仁氏とも破局したそう。これだけの美女がなぜ結婚できないのか、不思議でなりません。そして4人目は、原田いとこさん。お出身は徳島県のようです。現在71歳になられるようです。西野バレエ団5人娘の一人としてグループに参加。1966年、銀霊は恋してるデイがデビュー。1967年、ベニスの声で歌手デビュー。以降は、2009年に CD が響きかおるさんとの、コンピアルバムとして発売になっていますが、1970年代からは、事実上芸能界を引退されているようです。引退されてからは、千葉県で陶芸家として、活躍されているようです。さて、ラスト5人目の、恵美早苗さんなのですが、残念ながら、無念の最後を遂げられたようです。1988年3月5日に36歳の若さで、この世を去られているようです。21歳の時に引退してから作詞活動をし、中里綴りというペンネームで活躍。南沙織さん、中森明菜さん、少年隊などへ歌詞を提供しています。私生活では、デビューした時の、ディレクターの八代昭彦氏と、不倫同棲の末結婚しましたが、長くは続かず、離婚することに。実は、それが発端となって、元夫は恵美さんと別れて、仕事が激減したことを逆恨みし、恵美早苗さんは自宅で襲われ、亡くなったのだとか、なんとも痛ましい、現代のようなアイドル路線が、まだ可愛い子ちゃん路線と呼ばれた時代、この5人の登場は世の男たちすべてを虜にしたと言っても過言ではありません。グループ消滅以降も5人それぞれが苦労しながらも
自分の見つけた道で、成功しているのは時代を考えればすごいことではないでしょうか。本当に類いまれな美貌と才能を備えた5人娘たち、恵美さんのご冥福を祈りつつ、残る4人のご活躍を今後も祈りたいと思います。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？私はレッグガールズ恐るべし、しかも奈美悦子さんがこんなに可愛かったとは、びっくりすると同時に、由美かおるさんや金井勝子さんと、このグループから芸能界の大物が3人も出ているなんてすごいなぁと思ってしまいました。また再結成とかしないのでしょうか？メンバーのこれからのご活躍期待しています。それではまた次回お会いしましょう。